はい、今日はこんなところからスタートいたしました。佐山さんです。はい、どうも佐山です。焼肉食べてます。そんなわけで、佐山洋介のフィフスクォーター、今日が15回目です。15回目。あ、はい、お箸がそんなわけですね、はい、今回あれですか、我々はどこにいるんでしょうか。今回はですね、これは高崎市なんですけれども。そうですね、群馬町のところにありますホルモン泉さんから、お届けをしている形になります。ホルモン泉さんの詳細な情報はこちらでございます。はい、じゃじゃまあ、あまりにもこれいい加減なので、はい、ね、やり方が、ね、ちょっと強引すぎるので、はいはい、あとで、ね、ちゃんとしたのを、ね、別のところに載せておこうと思います。僕大好きなお店で、群馬に、まあ、いる頃、まあ、今も、ね、行ったり来たり、東京と行ったり来たりなんですけれども、その頃から大好きなお店で何回も通っております。お母さん、こんな感じになっております。ね、あのね、僕塩ホルモン絶品だと思うんですよ。塩、こちらです。塩、はい、はい、で、あとはこのね、今ここにあります爆弾が僕大好きなんですけど、ちょっとニンニクかなり効いてますんで。そうですね、で、なんて言ったらいいんだろう、ニンニクはこれ次人に会う時とか食べられないんですけど。そうですね、今日夜なんでもうがっつりいっちゃいます。思い切っていっちゃってください。はい、はい、すいません、ありがとうございます。まあそんなわけで、はい、食べながら近況などのね、お話しさせていただければと思うんですが、はい、何あっちの何やってんの。美味しいんじゃん。そうですね、ありがとうございます。あれですよ、クレーンサンダーズの話でもしましょうか、まず。ごめんなさい、ダメながら。クレーンサンダーズですね、はい、今オフシーズンだと思いますけど、来シーズンのスケジュール出ましたね。はい、出ました。で、一部未定のところがあるんですけれども、10月の5、6、うん、でしたよね。そうですね、はい、開幕戦、開幕戦、ホーム開幕戦、まあ、リーグの開幕戦でもあるんですが、グリーンドーム前橋、はい、行われるということで。すごいですね、グリーンドームですよ、グリーンドームですよ。もう一丁、グリーンドーム。ありがとうございます3回で来てくれるかなと思ってて今ありがとうございます。すごいですよね。すごいですね、前橋。最終戦 の市長の、前橋市長の公約覚えてます。覚えてます。ね、グリーンドームでやりますって言ったら本当に開幕戦グリーンドームです。やってくれましたね、さすがですね。ちょうど2月の頭ですかね、2月の最初の週末だったと思うんですけれども、もう一回グリーンドームが、そうなんです、組み込まれていまして、いやだから来年はちょっと、来年っていうか来シーズン面白いかななんて思います。ただその分あるんですけど、未定のところもまだあるんですけど、はい、全体ご覧になりました。はい、浜川がないの。そうなんですね、で今のところ高崎ではないので、そうちょっとその辺が地元高崎民としてはですね、気になるところではあるんですけれども、なんとか浜川でもね、一節やってほしいなというふうに思っております。ぜひぜひ。はい、クレイサンダーズの情報もね、上がり次第また随時お知らせしたいなと思いますので、はい、リーグ自体もドラフト会議が行われまして、だんだんとこう来シーズンに向けての話というのが出てきてますので、そうですね、自分面白いかなって思います。はい、いや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 、でもあとはね、もう本当にそのスケジュールがどんどん決まってきて、選手の状況というのも分かってきて、楽しみになってまいりましたね。ただあれですね、我々にとって一番大事なあれがまだですけど。そうですね、はい、ね、あれです、あれです、ね、今の時点ではあれということにしてください。あれね、はい、ちょっとドキドキしながら。そうですね、はい、はい、その辺も含めて続報をぜひ。そうですね、待てということで。で、今日が6月の21日。そうですね、はい、はい、金曜日の夜でございます。金曜日の夜でございます、なんですけれども、来週の今日からですね、私舞台に出演させていただきました。そうでした、そうでした。はい、じゃじゃん。まあ何回かご紹介させていただいてますけれども、ドリーマーズスマイルというですね、作品に出演をさせていただきます。こちらが6月28日金曜日から7月の2日火曜日ということで、武蔵野芸能劇場、武蔵野芸能劇場ですね、はい、で行われます。三鷹の駅前ですね。そうです、三鷹の駅前です。徒歩1分ですので、はい、三鷹の駅からすぐなんですけれども、はい、チケットは前売り3500円、当日3800円となっております。今絶賛稽古中でございます。そうですね、はい、
今日はね、ラジオの仕事などで、ね、ちょっとお休みをさせていただいてるんですけれども、もう毎日みんなメンバーは稽古をしておりますので、ぜひぜひ皆さん足をお運びいただければと思います。チケットの、ね、購入に関するお問い合わせなんかもちょっと下の方に貼っておきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ご覧いただければと思います、はい、で僕のブログにもね、僕 の、 専用チケットお取り置きフォームが載ってますんで、そちらからアクセスしていただければ幸いでございます。そうですね、はい、はい、でもう一丁、今 YouTube ニコニコ動画で配信をされております。6月11日から各週火曜日スタートとなっております。こちらのパレットという作品に宮下良役、この彼ですこの彼です、はい、の役で出演をさせていただいております。第1話が現在配信中となっておりまして、で第2話が今度の火曜日に配信をされるんですけれども、確か僕は第2話出てるはずです。第1話は出てません、はい、第1話は出てませんが、第2話には僕は確か出てるはずです、はい、ぜひ聞いていただければと思います。無料で視聴できますので、ガンガン見ていただいて、再生数伸びるともしかしたらなんか別のことが起こるかも知れない。え、そうなの？はい、あるか。なのでこれは楽しみですね。ぜひ皆様のお力をお借りしたい。ぜひぜひ、はいはい、ぜひぜひ見ていただければと思います。1話が大体10分くらいで、そうでしたね、はい、うん、完結しますので、ぜひ皆さん見ていただければね、絵も非常に可愛くてね、はい、いい作品になってますので、ぜひぜひ、こちら、ちょっとね見ていただければと思います。で、アイテムボックスさん、こちらの我ら明瞭学園探偵部という、ね、ああそう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 、はい、ね、こちらの方もあの私は出演しておりませんけれども、こっちはコメディとなっております。はい、で、僕が出演しているパレットは、まあ、純愛ものといいますか、そうですね、はい、はい、ちょっと少女漫画のような淡い恋心を描いております。そんな作品に僕が出ていいのかっていう話もありますけれども、ね、頑張っております。はい、パレットぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、残り時間もだいぶ少なくなってまいりましたので、はい、はい、そうですね、あとはあれですかね、もう主だったイベントといえばラリーぐらいまでないんですか。はい、ラリーがですね、7月の27、28がモントレー、まあ、地元群馬で開催されます。そちらがありますけれども、あとはそうですね、その次の週には高崎祭りもありますしね、はい、はい、毎年暑いところで僕は頑張っておりますので、今年も熱中症にならないように気をつけて頑張りたいと思います。そうですね、はい、決まってるのはそこぐらいまでですかね、うん、はい、あとはまあ、いざより候補の声は来年になりますので、まだまだちょっと先の話ですね、はい、まだまだ先ですので、続報を待てということで、よろしくお願いしたいと思います、はい、じゃあまあそんなところで、はい、焦げてますんだ、あー、早速、まあ、がっつりいっちゃってください。そうですね、はい、はい、じゃあ、皆さんまた16回目でお会いしたいと思います。はい、はい、今日ちょっと安定しなくて申し訳ない。じゃあそろそろ、動画の方も残り時間ないので、はい、はい、じゃあ16回目